何にしようかな。入れる場所は、お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。これでどうだ。いっけあ、はあ、この本にも遺跡の手がかりはなしか。タオでも見つけられてないのに簡単にあるわけないよね。そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。どこに行くの？
よし、行くぞ。あれ、ライザもご飯食べに来たの？俺たちもこれからなんだ。こっちで一緒に食おうぜ。それじゃお邪魔しちゃおっかな。美味しかった。ほんとここって何でも美味しいよね。うん、いつもどれを注文するか悩んじゃうよね。そうだな。あら、レント君、お口に合わなかったかしら。え？ああ、そんなことねえよ。マジでここの飯はうまいって。そう？なんだか物足りなそうな顔をしているように見えたんだけれど。あんなに美味しかったのに何が不満なのよ。違うって。不満とかじゃねえんだよ。ただ島で食ってたのに比べると、なんとなく味が濃く感じてさ。あー、言われてみれば王都の料理って村のと比べると少し味が濃いかも。あー、村の料理って基本的に薄味だよね。そう、ごめんなさいね、レント君。いやいやいや、めっちゃうまかったから。マジで飯は本当にうまかったよ。ただ急に島のことを思い出しちまって、あの味が懐かしくなっちまっただけなんだ。僕たちもう3年も島に帰ってないからね。ずっと帰ってこないあんたたちが悪いんじゃない。これを機に一度帰ってきたら。懐かしくなったから帰ってきましたとか、かっこ悪すぎだろそれ。何か考えないといけないのかも。このお店は王都の外から来たお客さんがたくさん来るお店なんだから、その人たちが喜んでくれて落ち着いてくれる料理を提供することをもっと考えるべきなのかも。え、ちょっとゼフィーヌさん。場所によって味付けも具材も変わるのは当然よね。ならまずはそれを知ることから始めれば。大丈夫、とりあえずいろいろ試してみるから今度は期待しててね。ほんと不満はないんだって。マジでうまかったから。だからそんな考えないでくれ。どんな依頼が。どの依頼にしようかな。露天街の方とここだとどっちの方が好き？
どこに行こうかな。よし、行くぞ。ライザー、いいもの持ってきたよ。え、なになに。ライザの作った栄養剤のおかげでようやく実がなったの。ほら、これがその実よ。取れたてのうちに食べてみて。うわ、楽しみ。それじゃ、いただきます。これでお菓子とか作ったらすごく美味しそう。ジャムとかもいいかな。うん、考えるよね、それ。というわけで用意してきたのがこちらになります。カサンドラさん、早速いろいろ試したのね。育てておしまいなんて生産性ないでしょ。私は農家の娘だし。カサンドラさんの行動力尊敬するわ。それじゃ、いただきます。おいしい。甘酸っぱくて食べやすい味になってる。どう、お茶菓子として食べるには十分すぎる味だと思わない？こんなのお茶菓子で出されたら最高だよ。あの実からこんな美味しいお菓子作れるなんて。っていうか、これ商品化してもいいんじゃない？絶対みんな買いに来るよ。そのためにはまずこの実の栽培を完璧にできるようにならないとな。ライザのおかげでどうにか実をつけたけど、枯れちゃったのもあるんだよね。あと実はなったけど味が水っぽかったり青臭かったりするのとかさ。そんなに味が安定しないんだ。栽培するのが超難しい作物ってことだね。今回持ってきたのだって本当にこれが好みの最高の味なのかも分かってないし、最低限安定した味の実を栽培する方法を見つけるまでは待つべきだと思う。確かに今のままじゃ商品として売るには危険だね。そういうこと。まあ、こっちももう少し手を加えてみるよ。さっきのお菓子は間違いなく絶品だからね。帰ってきたみたい。元に戻っちゃったみたい。何をしようかな。
次はどうしよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。どこに行くの？よし、行くぞー。